50代からのお金の増やし方。こんにちは、金持ち本100冊を読んで分かった50の黄金ルールを書いたアッキーです。それでは今回は50代からの確実なお金の貯め方、増やし方教えてくださいについて解説をしていきます。人生100年時代と言われる現代で、50歳は人生の折り返し地点です。残りの50年を自分の希望通り乗り切るためにはお金の知恵が必要です。家計をうまく管理して経済的な不安から解放されないと人生100年時代を楽しむことができないです。50代になるとフルタイムで勤めている人は収入ダウンが見えてきます。パートで働いている人もこれから働く時間を増やすのは体力的に厳しいです。しかし月々数万円でも年金以外の収入があると家計にゆとりが生まれます。今回は後悔しないお金の貯め方、増やし方を8個解説していきます。50代の今を大切に過ごしながらお金の知恵をつけることによって老後も豊かな生活を手にすることができます。この動画がためになった、参考になった人はぜひいいねやコメントをお願いします。1個目、老後資金2000万円問題に惑わされない。2019年の夏頃から老後資金2000万円問題がメディアを騒がせました。それを聞いて老後のために2000万円用意しておかないといけないと多くの人が考えるようになりました。そもそもこの2000万円は一体どこから出てきたのか知らない人が意外と多いです。この数字は金融庁が発表した高齢社会における資産形成管理という報告書の内容が元になっています。この報告書の中で無職の高齢夫婦の毎月の赤字額が約5万円との表記がありました。年金だけでは月5万円が足りないため、単純に計算をすると20年で約1200万円、30年だと約2000万円が不足することになります。これは夫が95歳、妻が90歳以上生きることを前提としています。30年の不足額が約2000万円という数字が一人歩きをして大騒ぎになってしまいました。しかし老後資金の不足額は毎年の調査結果で大きく変動します。2000万円不足するという調査結果は2017年に調査された数値を使っていますが、2020年に調査された数値を使うと、なんと毎月1111円の黒字という結果になります。この2000万円という数字は当てにならない数字です。大切なことは2000万円という世間に出回る数字ではなくて、自分はどうなのか、我が家はどうなのかをしっかりと考えることです。どれくらいお金が足りないか、これは個々の家庭の家計状況やライフスタイルによって左右されます。世間に出回る数字に振り回されないようにしてください。2個目、年金制度を大切にする。年金を当てにできない、そんな言葉をよく聞きます。少子高齢化で年金財政が持たない、それが根拠のようですが、年金を受け取るのがまだまだ先の現役世代にとって、実際のところその時になって本当に受け取れるのか気になります。特に50代はこれまで30年以上も年金保険料を納めてきた世代です。絶対に年金制度はパンクしてほしくないと思っています。結論から言うと、年金が全くもらえなくなる事態は考えられないです。もし公的年金制度がパンクする事態になれば、日本はもちろん世界的にも金融経済が混乱状態に陥っている可能性が高いです。年金制度については、厚生労働省によって財政検証が5年ごとに行われています。この先も制度を維持していけるよう、おおむね100年という長期の見通しを立てて、年金財政が健全に回っているかどうかを検証しています。人口の構成や社会経済情勢の変化に応じて制度改正も行われているため、これが年金の将来について不安を生む原因かもしれないです。生きている限り受け取ることができる公的年金は、完全にリタイアして収入がなくなった時にそのありがたさがわかります。年金制度は長い目で見れば生活者にとって有益な内容です。しかし制度改正が行われると、ネガティブに捉えた情報が発信されがちです。しかしネガティブに捉えることによって大事な情報を見落としてしまう可能性があります。年金制度をポジティブに捉えて損をしないように将来
来のマネープランをしっかりと立てるようにしてください。3個目、夫婦で家計のことを話し合う。50代は子供の教育費にかかるお金の目処が立って、夫婦の老後資金作りに注力できるケースが多いです。ここで財布の紐を緩めずに家計管理をしっかりとやっていくことが大事です。そのためには夫婦で家計のことを話し合うことが必要です。今までお金の話をオープンにしたことがない夫婦は少なくないです。また夫妻のどちらかが主体となって家計管理を行って、もう片方は信頼して任せているケースも多いです。しかし蓋を開けてみると、期待していたほどきちんとできてないこともあります。夫婦や家族間の風通しがいいことは、これからの長い人生を考えた時にとても大切なことです。普段からコミュニケーションが取れないまま過ぎると、ますます改まって話し合うことが難しくなります。50代の今が最後のチャンスだと考えてください。今後のプランについてお互いの思いを話し合って折り合えるようにしておくことが大切です。もちろん夫婦の希望が 100% 一致することはまずないです。一緒に前に進むために譲れるところは譲って、譲れないところははっきりさせてください。4個目、プロが勧める金融商品を疑う。現在取り扱われている金融商品は昔よりも格段に多様化しています。1996年から金融ビッグバンと呼ばれる金融自由化が本格的に進み、プロしか扱えなかった金融商品が個人向けに小口化されたり、銀行でも投資信託や保険を扱ったりしたため現在の状態になりました。そしてインターネットの発達によって個人でもいろいろな情報を集めることができます。個人にとって選択肢が広がり、情報も集めやすくなったのはいいことですが、逆に何を選べばいいのか迷ってしまいます。そうなるとプロに任せるのが一番だと考えて、販売窓口に相談することになりがちです。専門家に相談をすれば最善の提案を期待できるかというと、そうとも言えないです。もちろん多くの担当者は誠実に顧客に寄り添って提案をしてくれると思います。しかしその会社で取り扱っていない商品は提案することができないです。また販売が仕事である以上、何もお勧めしない選択肢もないです。民間の企業は公的機関ではないため、かかった経費以上の収益を得ないと経営が成り立たないです。その収益源は金融商品を販売している手数料にあります。担当者がより多くの手数料収入が上がる提案を考えるのは仕事として当然のことです。金融商品や保険を言われるがままに購入すると、ライフプランに合わずに失敗する可能性があります。それを防ぐには今後のライフプランを確認しておくことです。運用や保険に関する基本的な知識を身につけてください。また安全かつ高利回りな商品なんて存在しないです。高利回り、つまりハイリターンを得るためには何らかのリスクを負わなければいけない。これを絶対に忘れないでください。5個目、支出を見直す。支出を見直すことで将来残せるお金が変わってきます。例えば月に3000円であれば10年だと36万円になります。この36万円が残っているかいないかで生活の質は変わります。まずは生活費の見直しをしてください。見直しをするのに押さえておくべきポイントは、使途不明金を明らかにすることです。もし使途不明金が月に1万円あれば10年で120万円です。使途不明金を探し出して、今後は無駄遣いをなくす方向で支出管理してください。次に生命保険料を見直してください。加入している生命保険の保証額をなかなか減らせない人は多いです。これまで支払ってきた生命保険料が無駄になる心理が働くからです。必要な保険なら残しておいた方がいいです。しかし外した方がいい保証まで残しておくのは無駄な出費です。すぐに減額か解約をして、節約できた保険料は今後のために貯蓄に回す方が合理的です。続いて自動車関連費の見直しです。車を所有していると何かとコストがかかります。車が生活必需品でないなら思い切って手放すことも検討してみてください。都市部ではカーシェアリングがかなり普及しています。いつでも車に乗れる利便性を確保しながら、コストは月会費や利用料のみで済むため、コストダウンを図ることができます。生活費、生命保険、自動車関連費、この3つを見直すだけでかなりの金額を節約することができます。ぜひ検討してみてください。6個目、投資信託を始める。値動きによるリスクがあって怖いと避けがちな投資も、
積み立てで行えばリスク軽減効果があります。月々少額で積み立てられる投資であれば家計への負担も感じずにスタートすることができます。まずはあなたにとって失敗しても痛くない金額から始めてみてください。積み立て投資ができる投資商品の中でおすすめなのが投資信託です。投資信託は少額の資金でも分散効果の高い投資を行うことが可能です。他にも少額から積み立てられるメリットがあります。100円単位で積み立てができる販売会社も増えています。投資先を選ぶ際に何を選べばいいのかわからなくなる人が多いです。そういう人はインデックスファンドに絞ってみてください。インデックスファンドとは日経平均株価のような市場全体の動きを示す指数に連動するようにシステム的に運用される投資信託です。インデックスファンドは運用コストはほとんどかからないです。運用コストは実質的な収益に関係してくるため長期投資にはインデックスファンドがおすすめです。インデックスファンドといっても日本国内のものもあれば北米、ヨーロッパ、アジア、オセアニアなどの幅広い地域の指数に連動するものもあります。全世界、先進国、新興国といったくくりの指数もあります。選ぶのが難しければあらかじめ組み合わせられたバランス型のインデックスファンドがおすすめです。7個目、積み立てNISAを利用する。積み立てNISAは税制優遇制度が利用できる投資信託です。投資商品の収益にかかる20.315% の税金を非課税にしてくれる制度です。20.315% といえば収益の約5分の1に当たります。それが手元に残るためメリットはとても大きいです。積み立てNISA以外にも一般NISA、20歳未満専用のジュニアNISAがありますが、併用ができないため積み立て専用の積み立てNISAを選んでください。積み立てNISAをおすすめする理由は次の3つです。1つ目、20年間も非課税で積み立てができる。投資可能期間が長いことが積み立てNISAのメリットです。非課税で運用できる期間が20年もあるため、一般NISAの5年に比べて長く、非課税のメリットを長く受けることができます。20年後、40年後の資金を準備しようと考えた場合にも、積み立てNISAを活用するメリットがあります。年間の積み立て上限額は40万円と少し中途半端ですが、目いっぱい利用すれば20年間で最大800万円の非課税枠があることになります。資産形成に力を入れたい50代のうちは年間の上限額40万円をしっかりと活用してください。2つ目、投資信託が選びやすい。現在運用されている投資信託は6000本以上あります。条件を絞って検索しても選ぶのが大変です。その点積み立てNISAでは販売会社それぞれが長期の積み立て分散投資に適した投資信託に絞って提供しているため選びやすくなっています。具体的な投資信託に関しては金融庁のホームページで確認することができます。3つ目、解約がいつでも自由。積み立てNISAでは20年経たないうちに解約することができます。解約が自由な点は使い勝手がいいという意味でメリットと言えます。ぜひ老後の資産形成に役立ててください。8個目、イデコを利用する。イデコは個人型確定拠出年金のことで老後資金を作るための年金制度です。運用商品には元本保証型の金融商品もありますがほとんどが投資信託で運用されています。積み立てNISA同様に投資信託を分散効果の高い組み合わせになるように選ぶといいです。元本保証型の運用商品から選んでしまいがちですが長期の資産作りという目的からしても投資信託を選ぶべきです。月額の掛け金は5000円以上で1000円単位で決めることができます。イデコも積み立てNISAと同様で積み立て期間中の収益にかかる 20.315% の税金が非課税になります。加えて所得税、住民税の節税ができるメリットもあります。積み立てる掛け金の全額が所得控除できるからです。注意点は積み立てた年金資金は原則60歳になるまで受け取れないことです。また解約することも原則できないです。解約する可能性があるなら積み立てNISAを利用した方がいいです。イデコは加入期間が10年以上必要です。50代で始める場合は受け取り開始年齢がいくつになるかを確認しておく必要があります。国が推奨している税制優遇制度をうまく活用して老後資金作りをしてください。解説
は以上です。平均寿命が伸びていることで、60歳で退職をしてもそこから20年30年以上も生活していきます。その上でお金の知識は必ず必要になります。今回は50代の人が今すぐした方がいいアクションプランを紹介しました。また20代や30代であってもぜひやってみてください。少しでも老後資金を増やして豊かな人生を送れるように今から準備を始めてください。今回の解説が良かった、ためになった人はいいねやコメントをお願いします。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。